ンポン。入室時のノックは3回。目上の人に了解しましたは失礼。得意の注ぎ口を使うのは失礼。どうした？マナーに目覚めたんか？ほっといすまね。マナーね。ちなみにさっき言ってたマナーは正直正しいものなのかよくわからんらしいで。そうなの？まあ、マナーってのは相手を不快にさせないためのものやから、目的を果たすための行動を、相手が不快に思わなければ問題ないってことや、形にこだわるばかりがマナーやないとうちは思っとる。入室時のノックの回数は、まあ、3回じゃなくても気にしない人は多いやろな。そうなんですね。私、ノックしちゃいました。18回多いわ。でもなんで 18? 私、18歳。なんで節分の豆食う感じでノックの回数決めたの？まあ、ノックは入りますの合図や、相手がその意図を理解して不快に思わなければ問題ないやろ。じゃあ、これから入りますというのが相手に伝わって、不快に思わない方法ならノックじゃなくてもいいんですかね。まあ、ええんちゃん。よっしゃ、透明か。さらっと新技出すんじゃねえよ。私は、ここに、いるよ。怖えよ。不快というか怖いだけだよ。ほら、面接官のおっちゃん、めっちゃ震えてるやん。トイレ行きたい。行ってこい、バカ野郎。なんや、先生もトイレか。違います。でもこれからちょっと画面外に行ってきます。あ、探さないでください。なんやねん、あいつ。お手洗い行ってきます。恥ずかしかったんやな。すまん。面白かったら、チャンネル登録してな。